おはようございます。任天堂 DS 版レイドン教授と不思議の街パート2、2回目。これはどうやった方が残れるのかな。前回謎ね、何もか解いたんやけど、時計のやつが一番時間かかったかな。あ、船渡すやつもそうやね。世界各国から集められた名探偵。おおおおおおあら、あなたがレイトン先生ね。あ、お会いできて光栄ですわ。綺麗こちらこそ、ラインフォード夫人。ラインフォード夫人。名探偵コナン、コナンみたいな感じなの。なんか事件。違うか。キャ。何事だ。たあ。大変、クローディアちゃんが。クローディア、私のクローディアちゃんよ。マシュ、マシュ。マシュ。そんなことよりメダルを集めましょう。ヒント必要になるかもしれません。彼ね、ちょっと多分必要になると思います。後半ね、多分。あなたがレイトン先生かね。わしはボブだ、依頼人の一人だか。詳しい話は後にして、今朝の目の言うことを聞いた方がいいんじゃないのかい。マッシュ、マッシュ、サラメちゃん、サラメちゃん、クローディアちゃんが、クローディアちゃんが逃げてしまったわ。はい、申し訳ありません。役立たずね。ライトン先生、あなた見ていたのクローディアちゃんですか。一緒に暮らしたらそこの扉から出てきましたか。何ですって、あなたそれを黙って見ていたの。役立たずね、役立たずね。どっちの役立たず。あの子は私と一緒でなければ一秒だっていられない。その続くの話はそれどころではありません。あなたにも責任があります。クローディアちゃんを探してきてください。え、先生に猫探しをさせるなんて。俳優力、それにクローディアを見逃した私たちにも責任がありそう。頼みます。あの子は外の空気には耐えられないくらいデリケート。急いでください。深まる謎、謎深まりますね。サラメ夫人の猫を探せ。大丈夫。クイズとか出してくれんのかな。今何やってんだよ。何やってんだよ。こいつ、このお兄ちゃん、ちょっとインテリっぽいな。僕はロイ、ラインフォードのおいさ。そこのボブおじさんの妹の子なのさ。母さん亡くなったがね。それよりあんた本当に有名なレイト先生だったら、僕の謎も解決でも。ひらめきさえあれば簡単な謎だぜ。ひらめきさえあれば。ドンドン。あ、図のように4分の1の円に内接している長方形 ABCD がある。 B が円の中心だとして、長方形の対角線の AC の長さは、これはさ、ひらめきじゃなくて算数の話よね。だから要はこれ90じゃん、60じゃん、あの30っしょ、え、 30？ そうか、これが60なんで、そうだよね。なんで1対2対ルート3っていうのがありまして、ここが1よ。1対、これが長いから2ね。ルート3、これ計算求める式があるんやけども、ちょっと忘れちゃった。10センチ、そういうことじゃないの。それか、これでどうかな。演習を使って、あ、演習、あれ、やはり違うか。ダサダサ。ちょっと待って、待てよ、待てダサ。一対二対六に違ったっけ。え、あー、目分量で測る。 AC の長さやろ。え、じゃあ二等辺三角形を作って、30、30、60度にして、あ、でもそうか、
でもそうか、これが10なのか。これが10なんで、これはこの7、これは10じゃないのか。ピート D、 そうやろ、10センチやろ。あれ、これさっき10って回答したよね。え、あ、もしかしてこれ9と0読み間違えた。あ、そういうことか。ルーク、あー、私の回答はこれだ。え、謎は解けるから謎なのさ。いや、俺一番最初10って答えた。え、それわかる。え、お、よくわかんねえな。どういうこと。出よう。あ、もうぐちぐち言ってもしょうがないわ。町の方を探す。かわいるやん、普通におった。死ぬ前にどんな仕掛けを作ったのか楽しみだわ。ライトン、お前が狙う宝、全部この私がいただく。見ておれ。誰でしょうか。誰なんだろうね。ライバルみたいなのがいいのかな、このゲームに。このゲームじゃない、レイトンにも。見ませんでしたか、クローディアちゃん。ラモンさん。そうだね、捕まえてくれてもいいもの。ドン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 。広場の方へ走っていった。お互い様、意外にいい人。そうだね、青い扉入れそう。よし、入ろう。何これ、ろうそく問題。残ったのはろうそくが10本燃えていた。そこへ風が吹いて2本消えた。後で見に行く。さらに1本消えていた。そこで風の当たらぬように窓を閉めた。それから残り1本も消えなかった。8、7、ん？これはろうそくは2本は消えた。7ではないよね。残りの1本も消えなかった。消えないと燃えるんで0なんですが、ろうそくが存在してるみたいな話で言うと10本。ちょっとバーかな。あ、もしかして0ってこう書くの。違うな、こうか。ああ、なるほど、俺の書き方が悪いんか。これでどうかな。そっかそっか。違うの。そんな、もうピカラッと減らんで、ね。10本でもない、0本でもない、7本、6本。1本も消えなかった。10本、火が消えた。2本1本っしょ。1本も消えなかった。3本ってこと？火が途中で消えたんで残っているのは3本。7本は燃え続けたんでなくなったと。
あ、そういうこと？先生、これでどうですか？あー、なるほど、そういうことか。解けましたよ、先生。やばいね。難しいね。時計問題。何か注文しようの店員がいない。椅子問題みたいなのがあるのかな。おお、本当に椅子問題がありやした。謎14、椅子選び。パーティーから室内スポーツまで様々な用途で利用できるホールを作ることになった。そこで使用する椅子のデザインを公募したところ、5つの応募があったのだが、まともに使えるものは1つしかなかった。まとも？え？どれも使えるんじゃなかろうか。あ、なんかこれおかしいんかな、デザインが。見た目、ホール、まともっていうのは、まともっていうのはそういうことじゃないか。ほう、使える、使う、そういうこと。使うっていうことを考えると C か。欠陥っていうことを考えると C にしとく。使うって言わへんもんね、椅子。そういうこと。これでどうかな。違うそんな。多目的ホールで使われている椅子見たことある。は？これか。いいやね、じゃあ。さあ、どうでしょう。はあ、どういうこと。やった！ちょ、俺が納得いく答えを出してくれ。いいの、デザインのみ。重ねて積み上げることができる。こういったホールでは大量の椅子を用途に応じて並べ替える必要がある。また必要とされる椅子の数も変化する。このため収納しやすさが問題。え、そのままやん。ちな、これはずるいわ。逆に引っ掛けやもんね。なんか考えさせられたよね。マジか。ちょっとこれ今のちょっと俺今のイラってくる問題やね。 OK、 しょうがない。あれ、クローディはここにいるのかな、もしかして。そういうこと。トン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 としてるが、誰もなんていうか何もない。こんな感じ。ゲラウト。あれ、なかなか移動難しいな。うん、あんたら大変だ。どうしたんです、橋番さん。俺が目を離している間に誰かが勝手に羽足を引き上げてしまった。その上大事なハンドルを持って行き上がったムフ。弊社もしかすると。ムフ、当分町から誰も出られねえよ。ムフ、ハンドルは探すつもりだけどさ、今日は気分が悪いんだよ。ムフ、一体誰のいたずら。誰のいたずらずら。そうだ、ハンドル探してたらこんなものが落ちてたんだ。あんたらこれが何かわかるかい。謎のパーツ、わかりません。
なんか挑戦で今猫いたよね、クローディア。謎のパーツ。おお、なんか組み上がる。あ、犬っぽいね。ごめん、言っちゃった答え。多分犬やろ、これ。カマル謎、これ何？ほう。でん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 。クローディアちゃん見つけました。捕獲できる？あー、いなかった。そうか、ルーク。確か君は動物の話していることがわかるんだったね。マジ？やばいな。すご。にゃあ。うわ。大丈夫かい、ルーク。すいません、ダメでした。彼女はかなりおてんばのようです。おてんば。お、初めて見るお兄さんがいる。どうも初見です。デックさん。猫はどちらに逃げましたか？西の方に行ったら俺よく見てたから。なんかクイズみたいに出してくれるのかなと思ったけど、そうでもないのか。へえ。お、ここにも入れる。町の役場。書類を書くことをおすすめ。謎パズル。あ、むずそう。これむずいやろ。インクをペン先につけて書くペンを使い、ペン先に中インクをつけて左側の三角形4個分の。あー。あと、一回しょ？で、二回しょ？三回。4回5回6回。これしかも36個あんのかな。3、あー、6って見ましょう。4 8 12 16 20 22 23 24 25 26 6回ね。6回でいけると思うんやけど、違うかな。ルーク、私の回答はこれだ。え？これは英国紳士の名折れだ。ちょっと待てよ。もう一回も。ピカラットが没収されていく。最初の図形、36個からなる図形を描くためやから、小さい三角形もしっかり描いてくださいよ、いうことやね。あ、三角形4個分やから、この形になっちゃないとあかんってわけじゃないんかな。4つ三角形を置けるってことかな。そういうことか。こうか。6っしょ。いや、ここに入れば、ちょっと待って、じゃあこうして、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 こうする。三角形4つかけるんで、と三角形4つ置けるから、こう、こう、こうなるように。じゃあ7回か。え、違う。1 1 2 3 4 5 6 7かな。はい。すべての謎は必ず解ける。はいはいはい、そうね。当然さ、英国紳士としてはね。はい。
これなんか、なんか考え方が違ったような違ってないような。よし、謎ばあさん、謎のパーツ。なんか猫、ね、の何もねえな。用のない人は出て、隣に謎ばあさんが住んでいる。猫を探し、まだ全然始められてへん。色が違う。謎おばの館。ハウスオブ謎。強い謎の匂いが感じられる。このおっさんもなんか謎出してくれへんのかな。違うね。謎じゃないと。そうだ、ルーク。遅くなる前にホテルへ行って空き部屋があるか確認しておこう。町の入り口にありました。そうですね。ここかな？そう、邪魔、おじさん邪魔や。あれ？町の入り、あ、こっちじゃないか。こっちか。失礼しました。お腹いる。カモハズレについていつも考えている。クイズ出してくれんのか、ヒゲマフラおじさんも。謎17。やばいなぁ。結構、机の上に広げられたカードにはそれぞれ意味ありげな言葉が書かれている。この中に一つだけ、仲間ハズレの言葉がある。これがアルゼンチン、ナイロン、そうだ、アルゼンチン、ナイロン、アルバイト、ナイジェリア、アルカポネ、アルミニウム、ナイアガラ、ナイロビ、ナイチンゲル、ナイスミドル、ナイペン、アルペン、アルペンか。ナイスミドルはちょっと違うかな。ナイ、アルペン、ロビアル、ナイジェリア、ナイスミドルっておかしい。アルミニウム、アルペン、ナイアガラ、ナイロビ、ナイジェリア、ナイチンゲール、アルカポネ、アルバイト、ナイロン、アルゼンチン。ナイスミドルはおかしいんかな。ナイスミドル、よくね。え、違う？そんな。ん？頭弱い弱い。ひらめき指数。仲間外れ。アルペン。アルミニウム。アルゼンチン。アルカポネ、ナイロン、ナイジェリア、アルバイト、ナイチンゲール。え？もう分からんのやが。何これ？仲間外れの言葉。仲間外れの言葉。言うたらどれも仲間外れやけどね。人？国？やる？物質？ナイジェリア、ナイチンゲール、ナイスミドルもまあ言っちゃいいのか。ペン、ローン、ナイアガラ、ナイス、ナイロビ、ナイジェリア、ナイチンゲール、アルカポネ、アルバイト、アル、ナイロン、アゼンチン、ナイスミドル、アルペン、アルミニウム。なくね？仲間外れなのか。ないんじゃない？え？
何、あ、アルナイじゃないのか。何かがくっつく。え、合ってんちゃう。カドミニウム違う。仲間外れ。ナイスミドル。ナイチンゲーロン。え、アルペン。アルペンって、そうか、お店の名前か。でもアルペン好きっていう。わかんない。うん、そうだよね。わかります、それは。どちらにも属する。二つのグループに分かれる。は？ない。アルペン、アルミニウム、ナイスミドル、ナイアガラ、ナイロビ。失礼しました。アルジェリアもあるな。ナイジェリア、アルジェリア。ああ、そういうことか。さあ、どうでしょう。なるほどね。やった。俺のヒントメダル。ああ、アルジェリア、ナイジェリア、そうか。いやー、なんか疲れてきたな、おじさん。ホテル行こう。しか使えない。お気遣いなく寝る場所さえあれば大丈夫。ベッドもないんだよ。飛び切りやすくするし、その代わり2つの部屋追加。ほう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 。マリス、マリスじゃねえ、マリ机か、円卓か、円机。ちょっとわかんない。面白い謎謎。ちょっと簡単なさ、比較的簡単な謎、俺むっちゃ詰まってる気がする。ちりとり、ゴミがちりとりの中に入るように。入ったよね。これでどうかな。そうだよね。当然さ、英国紳士としてはね。これはわかる。レイトン、レイトンの、レイトンじゃない、レイトンの部屋をちょっと交換していこう。これ何するやつ。特に何もねえのか。臭くないのかな。2階の階段、何かあった、ヒントみたいで。部屋に行くと
人とも大満足になるように部屋の家具の配置を考えると。あ、そう。ルーク、うん、何か置きたいですね。なるほどね。はいはいはい、わかりました。ミニゲーム的な、ミニというかおまけ要素こんな感じ。クロディア探しを再開しましょう。じゃあ時間いくらいなんで今日この辺でありがとうございました。おやすみなさい。